アーランダエクスプレスアーランダエクスプレスは、ストックホルム中央駅とアーランダ国際空港を結ぶ空港アクセス列車である。最高運転速度は時速 200km で、所要時間は20分である。アーランダエクスプレスは A トレーンによって運行されており、スウェーデン政府より開業した1999年9月24日から30年間の運行免許が付与されている。 7編成の X3 型電車によって運行されており、ノンラスタム鉄道、アーランダ鉄道の2路線を経由している。ストックホルム中央駅からスカブスタビーまでの区間は、スウェーデン鉄道庁が所有し、それより、先の空港までの区間は、A トレーンが建設を行った区間だが、政府が所有をしている。 運転本数は1時間に4から6本で、料金は299スウェーデンクローナである。往復割引や週末割引などの設定も行われている。アーランダ国際空港の停車駅は3つある駅のうち、アーランダ北、アーランダ南の2駅である。スウェーデン政府が鉄道建設を行った目的は、アーランダ国際空港の 第三滑走路の整備によって旅客数の増加が見込まれるためであったが環境対策の側面もあった。アーランダ国際空港にある三つ目の駅であるアーランダ中央駅では SJAB の長距離列車とウプサラローカルトラフィックが運行する近郊列車が接続しておりウプサラ方面へ連絡している。ありがとうございます。